F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。勝利にどれほど価値があるのか。太陽は断ち切れぬ宇宙を抱えても未来の行方照らし続ける。強く儚き者よ、この手を引き導いて真実と呼べる場所で。歌手のケイト・アレンさんですね。誰？銀河警察です。あなたは F0 パイロットでもありますね。なんだか知らないけど、マネージャーのゴードンを通してちょうだい。そのゴードンさんが警察に護衛を依頼してきました。あなたは脅迫されていますね。ゴードンのやつ心配性なんだから。脅迫者の名はゾーダ。こんな形で取り調べられるなんて冗談じゃないわ。私を誰だと思ってるの？脅迫される理由は？さあ、私の熱狂的なファンなんじゃない？レースで賞金を稼げと脅されたのでは？断ったのですね。そうよ、当然でしょ。私が誰かに貢ぐようなことなんかありえないわ。わかりました。あなたに護衛をつけますのでご安心ください。護衛？勝手に決めないでよ。あんたがマネージャーのゴードンさん？ゴードンは私よ。わざわざ銀河警察から人が直接来てくれるなんて、本部長の田中ちゃんに相談してみてよかったわ。田中ちゃん、本部長とはどういう関係で？いやーね、変な関係じゃないのよ。ただの友達よ、友達。あなたたちがボディーガード？俺はリュウ。オイラは EAD、ロボット。あなたたち何者？まともな警官には見えないけど。オイラたち、ケイトを守るため派遣されたエージェント。部署は？それは話せない、秘密なんだ。ふーん、ま、勝手にすれば。はあ、みんな異常はない？ああ、こっちは大丈夫だ。こちらも異常なし。ここも大丈夫だ。イエディ、異常は？おい、お、
リュウ。どうした？オイラ、この曲好き。そうかな？確かに綺麗な曲だけど、俺には何か大切なものが抜け落ちているように聞こえるよ。田中ちゃん。月が綺麗でしょ。海までドライブに行くのよ。ダメ、外出させてはいけないと命令されてる。どきなさいよ。お前狙われているんだぞ。関係ないわ。私はやりたい時にやりたいことをするの。リュウ、いいえ、ディ、彼女のやりたいようにさせてあげなさい。あなたはあの時の一体何なの。失礼、私はその二人の上司です。ここを誰の家だと思ってるの。二人のボディーガードは認めたけど、あなたがうちの庭にいるのはどうしてかしら。勝手に警備しています。あなたたち本当に警察。部署はどこなのよ。あなたが知る必要はありません。なんですって。我々のことはお気になさらずに。まあいいわ。それじゃあそこのロボットどけてくれる。これは危険。どうしてケイト行かせる。今回の作戦の目的を思い出しなさい。でもいいから、君は命令通りにしていればいい。分かった。大丈夫、悪者は竜たちに任せてる。ケイト、オイラ守る。本当？約束。ありがとう。あなたって頼りになるロボットね。オイラ持ち場戻らないと。どうした？誰かが。イエディ！やられたな。治るの？治すのは簡単じゃ。バラバラにされただけだからな。バラバラにしただけ？まるで子供のいたずらじゃよ。分解して遊んだ挙句元に戻せなかったといった感じじゃ。それじゃ元通りになるのね。それが肝心のコアメモリーだけ持っていかれとる。ジョディ、これを見てくれ。 EAD はここにコアメモリーがセットされている。見たり聞いたりした記憶が全て蓄積されている。これが盗まれたということは EAD が記憶した高機動小隊の機密が盗まれたということだ。しかし変だな。敵の狙いはケイトだったはず。なんで EAD を襲うんだ。おそらく EAD を襲ったのはゾウだとは関係ないやつ。それは
私たちの正体を知りたがっている者の仕業よ。へえ。あら、何の用かしら。何？そのコアメモリーを返してもらおうか。え？見つかっちゃったわね。なんでこんなことをしたんだ。あなたたちの正体を知るためよ。おかげですごいことが分かっちゃった。あなたたち、高機動正体って言うんでしょ。レースに参加するゾーダのような脅迫犯から賞金を守る秘密の部隊。くそ、なんであいつだけケイトちゃんに密着で、俺はこんな格好なんだよ。我慢してください。後でサインだけでももらいましょうよ。お前、何とも思わないのか。 EAD はあんたを必死に守ろうとしてたじゃないか。それをたかがロボットのために何熱くなってるのよ。なんだと。ケイト、出発の時間よ。ごめんなさいね、失礼しますわ。あなた、自分が利用されたことにまだ気づいていないの？分かっている。だったら私に何か言いたいことがあるんじゃない？ケイト、早く舞台に出て。うるさいわね、私歌うの嫌いなのよ。ケイト、どうしてあんなにいい歌声なのに。ロボットのあなたには分からないのよ。入って。どうかしましたか。警護をもうやめてほしいの。ケイト、なんで。お前狙われてるんだぞ。俺たちが守っていなかったら。もういい加減私を守るなんていう嘘はやめてちょうだい。あなたたちの任務は私を守ることじゃないでしょ。コアメモリーを解析したのよ。隠したって無駄。あなたたちの本当の任務は私を餌にしておびき出されたゾーダを捕まえること。だから私が海に行くと言った時、そこの女は許可した。私が殺されたって関係ないんでしょ。我々は凶悪犯を捕まえるのが任務ですから。私に近づく人はみんなそうよ。私を利用したいだけ。ゾーダも私を利用して賞金を稼ぎたいだけだし、あなたたちも私を利用してゾーダを捕まえたいだけ。ケイト、護衛には他の人を雇います。ケイト、今疲れてる。だからイライラしてるだけ。ケイト、ケイト。デビューしたての頃は歌うことが大好きな普通の女の子だったのよ。でもこの世界は人気が出ればそれを利用することしか考えない者たちが集まってくる。騙されるたびにケイトは人も歌も嫌いになっていった。孤独な子だな。ケイト、かわいそう。大変です。ケイトさんが車に乗って出てっちゃいました。ジャックとルーシーはケイトの自宅へ、ドクターとクラッシュはこの間の海岸へ、私とリュウ、 EAD はサーキット場を探します。了解。時にやりたいことをするの。誰にも邪魔されたくない。迎えに来たぜ。俺たちの仲間になれ。賞金がっぽり稼ごうぜ。私を利用したかったら私に勝ってみなさいよ。オクトマン、バイオレックス、やっちまいだ。
う気になったか。お断りよ。あんたのような薄汚い奴の手伝いなんか死んでもしないわ。ふん、じゃあ死ねば。うわうん、邪魔しやがって。そうだ、そこまでだ。龍か。そうさ、会いたかったぜ。そうだ、150年前からずっとな。まったく執念深いね。観念なさい。俺は誰にも捕まらないぜ。やっか。ケイト、大丈夫か。いいのよ、私は。それよりゾーダを追わなくていいの。それが任務でしょ。オイラロボットだから、人に利用されても人を利用したりしない。私の相手は俺たちだよ。くそ。戻ってきたぜ。イエディ、どうしてそうまでして私を。オイラケイトと約束した。身を挺して君を守る。それがロボットであるオイラにできること。てめえ、イエディ前のためにイエディは。本当バカなロボットよ。体は元通りじゃ。しかしバックアップしてなかった記憶は戻りやすいんよ。そうか。皆さん、こんにちは。よ。ケイト、アンコールどうする？歌わせて。EAD が一番好きだった曲を。相変わらずだね、ザックは。覚えてるのか？何のこと。オイラこの曲好きだ。そうだな、俺も好きになったよ、彼女の歌。お前のおかげでケイトは忘れていた大切な何かを思い出したんだろうな。え？
壊時代どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせるいつか見た違う場所たどり着くは奇跡までたどれ何が起きたって決して負けない We all go up 今描いている未来はそう変えられる We all go up さあ走り出そう想いの力で切り開け Get my dream F ゼロパイロットの夢はサーキットで激しく燃え上がり散っていくだが消えたパイロットたちはどこへそんなことよりすんげえ家だねこりゃ豪華な車に豪華な食事そして食は暴走族事件の背後に潜む愛と欲望そして罠ここは一発俺が懲らしめてやるかその必要はないヒーローの登場だ次回エフゼロファルコン伝説マイケル・チェーンの罠君の心にブーストファイヤーやあ今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな今日は魅惑の歌姫パイロットケイト・アレンについて勉強しようトップシンガーの彼女は過去に何度も F0 レースの開会式でオープニングソングを歌ってるんだよ彼女はその歌唱力だけじゃなく F0 パイロットになれる類まれな運動神経も持ってるんだ美人だしお金持ちだしああ羨ましい人間不信だったって話だけどそれくらいの悩みの一つや二つがどうしたって感じだよねしかしあの屋敷一人で住むには広すぎて無駄って感じがするけどねあいやいや悲願でなんかいないよほんとほんとそれではごきげんよう